どうも、めっちゃめっちゃメッセージはい、ということでね、今日もやっていくんですけどね。えー、まあね、もうこれはね、悔しいですよね。智弁学園とね、えー、徳島商業ということでね、もうほんまに。まあこれ一番痛い,いのは、やっぱりこう、夏はもう一人じゃ無理ですよね。もうこんなにね、いいピッチャーがおってもね、やっぱこう、いろんなね、ピッチャーを掘らさないと、やっぱ勝てないっていうのがもうほんまもう分かった試合かなっていうの。で、やっぱこう、徳島商業もなんか嘘でもいいから、やっぱ二人ぐらいね、掘らさないと、もうピッチャーのスタミナがね、 やっぱ持たないですよね。やっぱいくらいいピッチャーがおったとしても、やっぱこう、うーん、やっぱこの、なんかしんどいですわ、やっぱこう、ピッチャーが1人やったと、えー、1人やったらね、やっぱりね、体力的なのもありますし、やっぱそういうのをこう、なんかね、こう頭に入れて、もしかしたらこういろんなね、ピッチャー、掘らしとったら、風とったんちゃうんかなとかもね、思いましたし。ほんでね、智弁学園はね、もうめちゃくちゃね、え、バッティングとかめちゃくちゃいいんですけどね、 ちょっと守備がね、地面学園らしくないですよね。あんなに守備下手くそやったっけなって思うぐらいね、ちょっと地面学園、え守備がね、ものすごいね、あの、下手くそ、まあ、下手くそっていうか、まあ、エラーがね、ちょっと多すぎましたよね。えー、だからちょっとこう、そういうところは、こう、上になっていけばいくほど、なんか厳しくなっちゃうんちゃうんかなってね、僕は思いますね。えー、ほんでね、まあ色々、ね、いろいろね、言いたいことあるんですけど、もっとね、こう、地面学園は、あのー、 なんかもっと圧倒的になんかこう徳島商業のピッチャーに対してやっぱなんていうんですか9回までやからあんだけ点数取れましたけどもっとこうねえ短いスパンでこうね点数をこうなんていうんですかこう変えピッチャーを変えられたりしちゃったらねた全然ねわからない試合になっとったのとやっぱ徳島商業はほんまあのもったいないっていうのがもう一番ですよねあのピッチャーのー こうもうほんまに、ね、めちゃくちゃね疲れてほんでずっとあんだけ掘らされて、えー、でなおかつ、こう何て言うんですかあのー、あんまりベンチとかからあのブルペンでね、えー、ピッチャーを作って誰かこう援護するみたいな感じもないですしこれは何でなんですかねほんまにあのピッチャーをね変えないチームの僕はねあんまりね、えー、理由が分からなくてやっぱりなんかこう 何 <laughs> ですかねま、信頼してるっていう言い方やったら、ま、それまでなんですけど、やっぱりま、そのせいでもこんだけね、点数取られてますし、やっぱり、いいピッチャーって言ってもね、この真夏の中でね、一人で投げさせるの、で、一人でも130球以上でしょってなったらもうほんまにね、さすがにちょっとね、かわいそうですし、あの、しげのごろがね、え肩壊した、あの、それをアニメで伝えたかった、じゃあメジャーの、この、 本の作者、漫画の作者は何を伝えたかってっていうのをね、えー、もっとね、ピッチャーを継投させないとやっぱ夏は勝てないっていうことを改めて分かりましたよね。やっぱこう、必ずし農業のようなね、吉田くんがえぐいって言ってもやっぱ大阪遠いんでやっぱめちゃくちゃ点数取られたじゃないですか。まあそれと一緒で、やっぱどんだけえぐい選手でも、やっぱりね、この夏の暑い中で何年生もね、えー、寒風は絶対できないの、できないねんなっていうのを分かったのと、 もう最後の方はね、やっぱこれ悲しいですけど、なんかこう、もうバッティングピッチャーみたいに、あのエグいピッチャーでももうね、夏の暑さと、えー、何回も連投するってことでね、あの、なんていうんですかね、もう最後はあんなエグいプロ注目、えー、ワンチャンドラフト1位候補のね、やつが、もうバッティングピッチャーみたいになってたっていうのと、あの、千葉園学園のね、あの、打力はエグいなって思ったのと、えー、あの、最後のね、ホームランを打った子、あれはチート、もうあれはほんま意味わかんないです。 なんであんなにもう、ね、打球が飛ぶねんって、ただのセンターフライかなと思ったらね、え、バックスクリーンまでね、運んだんで、もうちょっとね、あの、地面学園、打線は恐ろしいなって思ったんですけど、まあね、それ以上に、えー、内野人のね、えー、内野人で、まあ、守備ですね、守備力の、えー、まあ、なさってよりか、えー、守備力がね、全然ないなっていうのをね、えー、なんかこう、分かった。 え、試合でした。だからね、え、まあ今回の課題はね、智弁学園は完璧にね、守備やと思うんで、え、しっかり帰ってノックしてね、え、守備を鍛えてきて、え、またね、え、万全なね、状態でまたね、え、甲子園にね、戻ってきて、戻ってきてって、来週とかそんなんですけど、え、来てほしいですよね。え、まあ非常にね、面白い試合でした。はい、皆さんがね、思うね、地面弁隊、え、どこやあの、地弁隊あれ、これ、6試合しとった もう忘れてしまいました。特殊ましょうよのね、えー、あれをね、またぜひコメントでよろしくお願いします。じゃあ、それじゃあ皆さん、えー、次の動画でね、また会いましょう。お疲れ。